にちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、超久々に私の最近のバッグの中身を紹介していきたいと思います。もうね、これ1年以上ぶりなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私がね最近ずっと使ってるバッグだったりとか、中身も持ち歩いてるお気に入りのコスメ、メイクポーチ、あとは UV 対策アイテムだったりとか、なんかこうお財布だったり携帯だったり、いろいろね最近気に入っているものをご紹介していきたいと思います。 あとね、持ち歩きにこんなカーディガン持ち歩いてるよとか、そんなこれからの時期にもね割と使えそうな情報もたくさんあるかなというふうに思いますので、新しい季節でこうバッグの中身入れ替えたいなとか、新しいもの興味あるなみたいな方、ぜひぜひゆるっと参考にしてもらえると嬉しいです。ということで早速いきましょう。はい、それではですね、私が使っているバッグはこちらになります。じゃん、これね、ザ・バケットバッグって言って、ニューヨークの、お友達のカナさんがやっているビーガンレザーのバッグになってます。これね、肩掛けショルダーもついてくるんだけど、私はいつもこの状態で持ち歩いています。ちょっとね、若干この取っ手が長いから、こんな感じでこう肩にかけることもできるし、まあ普通に手持ちでも持ち歩くことができて、かなり丈夫なバッグになってます。あのビーガンレザーなので、動物性のねレザーは使わない用派の方にもすごくおすすめなのと、これはね一応クリームのカラーになっております。他にもねカラフルで可愛いカラーがたくさんあって、今さ私このクリームのカラーねすっごい使ってるんだけど、あんまりさ、ほらこれ汚れ目立ってなくないですか。こんな感じでガバーっと結構入るようになってます。でここにちっちゃいポケットがあって、ここでこうマグネットのボタンがあって、こう閉じるようになっております。こんな感じで、金具のところもゴールドになっててすごく可愛くて、私もこれさもうめっちゃ使ってるわけ。なんならもう一個同じものを買おうか、ブラックとかを買おうか、ちょっと悩んでおります。というところでこの中身を紹介していきます。はい、でまずはここにね、こう今かかっていたサングラスはオーマイグラスのサングラスになります。2年前ぐらいに買った気がするんですけど、よく見るとこんな感じのちょっと別光っぽい感じになっていて、レンズ自体も色はね多分一番薄いやつにしてもらいました。コロナのマスクをねしてなきゃいけない時に買ったので、これでサングラスの色も濃かったらすごい怖いじゃんって思って、かなりね色が薄めなんだけれども UV 対策効果もあるようなレンズを選びました。ドア入ってないです。かけてみるとこんな感じです。私結構あの丸顔タイプで、どっちかっていうと面長かなっていう感じなので、ちょっと丸めのレンズと下にこうなんだろうな、面積が広がるようなレンズが一番よく合うので、このタイプよく使います。これかオリバピープルのサングラスかなって感じです。ここら辺が結構ね、私みたいな輪郭の人は合いやすいアイテムが結構充実してるなと思うので、ぜひチェックしてみてください。まずメイクアイテムがみんな気になると思うので、メイクポーチはこんな感じでね入ってました。こちらです。じゃーん、私がアルティザンさん と去年コラボさせてもらった、メイクポーチの一番小さめの型になります。多分完売しちゃっているのでゲットできないんですけれども、一応こちらのポーチにコスメを入れてます。ちょっと中身をね紹介していきたいと思います。まずは今日使ってるリップの組み合わせなんですけど、この2つです。フジコの浅川リップとトーンの夏の、新色ですね、12番のカラーになります。でこのフジコの浅川リップは唇の水分量に合わせてちょっとほんのりねピンクに色づくタイプになっているので、これをね今日も先に仕込んでます。でその上にこのトーンの12番、こちらをね塗ってるんだけれども、ちょっと上から塗ってみます。あのねすごい優しいピンクで、ピンクベージュっていうのかな、すごい可愛いです。鏡がないわ。ちなみに持ち歩いてる鏡をじゃあちょっと紹介しちゃうと、3のノベルティでついてきた鏡を持ち歩いてます。ちょっと塗ってみます。こんな感じの優しいピンクベージュカラーになってます。このねトーンのリップに最近すごくハマっていて、なんかほんととろけるような使用感とぷっくり感と、唇が荒れてる時もすっごく使いやすいので、最近はこの2つの組み合わせ結構持ち歩きで、どんな服とも合わせやすいし持ってることが多いです。であとはじゃーん、これはお買い物企画で買ってからずっとお気に入りです。ナチュラグラッセのコンシーラーの03番、明るめのカラーの方です。スティックのタイプのコンシーラーになってるんですけど、あの結構ねカバー力あるんだけど、優しくとろけて馴染んでくれるので、出先のメイクの上からのコンシーラーをのせるのにもすごくいいですし、私は今日このコンシーラーをファンデ代わりにね結構もう全顔気になるところに使っちゃってます。なのでノーファンデメイクというかね、一応このコンシーラーで全顔ベースを仕上げてるんだけど、かなり自然な仕上がりで適度にツヤも出て、すっごくね私こちら気に入ってます。しかも SPF50 プラス PA3 プラスあるので、紫外線
対策もバッチリできるっていうことで、これはねすごく気に入ってます。そしてもう一個が、これがねちょっとこれ見て、ジンマートっていうね、これジンマシンが私最近すごく出やすいんですよね、首と顔に。いざ外出先ですごい痒くなっちゃった時とか、これを塗ると一時的に収まるので、ちょっとジンマートはお守り的な感じで持ち歩いてます。あとはねこちらの D プログラムのバームですね。これは敏感肌の時のメイクでも紹介したと思うんですけれども、唇にも使えるしお顔にも使えるっていうような、かなり優しい処方のバームになっていて、ここに一応スパチュラもついています。でこんな感じでね、すごくコンパクトで可愛いので、唇に使ったりとか、結構目周り皮膚が薄くてかさってしやすいので、私夏でもそういう時にちょっとだけ取ってトントントンとなじませたりとかしています。なのでこれもちょっとジンマートと同じく、なんか若干お守り的ポジションです。そしてあとはね、これが入ってたロム&のトゥインクルペンライナー、アイライナーですね、の05番のサンセットヘーゼルっていうカラーです。これはね今日使ってるアイライナーではないんだけれども、ツヤ感のあるライトなブラウンのアイライナーになってます。あとはビタミン剤系、皮膚科でもらってるビタミン剤系と、あとはねSD カード、あとはこのアンカーの SD とかを接続するやつですね。こんな感じで全部入れてもかなりポーチめっちゃ余裕っていう感じです。あとはこれじゃん、 AirPods ケースです。私はねこのメタモンを使ってます。こんな感じで使っていて、なぜねメタモンを選んだかっていうと、なんでだろうね、なんかね見てて、あーなんかメタモン可愛いっていう風に思って、ただそれだけで買いました。そしてこのヒンスの、私すごいずっと推してたリップティント W009 番っていう、これがあのコロッと沈んでおりました。カラーはというと、これね結構ねナチュラルだけどね色持ちが良くて私も大好きなんですけど、こんな感じのねちょっとテラコッタシナモンっぽいようなカラーになってて、先端はこんな感じになってます。目元はベーシックで行くことが多いんですけど、その分リップを服の組み合わせとかでいろいろ色を変えたい派なので、リップがねあんまり定まらない時が多くて、今日これかもしれない、でもこれかもしれない時にポイって入れちゃう癖があるので、リップはねいつも 2,3 本持ち歩いちゃったりしてます。でそしてあとじゃんこれがまず外側についてたのはシュシュです。あの髪をね結びたくなる時が特にこれから夏の時期あるので、これはねあんまブランド物とかではなくって、あのよくある雑貨屋さんみたいなところで買った、ちょっとブランド名がわからないんですけど、ちょっと若干ねレザーっぽいような質感のシュシュになります。こんな感じで結構ね合わせやすいので、こういうブラックを持ち歩いているのと、スティックの日焼け止め、これねスティック系は私もいくつか持ってるんだけれども、この白のバッグには結構これが入ってることが多いです。あの赤ちゃんと一緒に使えるぐらい優しい日焼け止めになっていて、香りはほんのりねグレープフルーツの香りがします。ちょっとこうかなり使っているので、私のなんだろうねこれどこのラインに沿ってるんだろう、こう首とか腕とかのなんかこの丸さに沿って若干ねこうカーブを描いているんですけど、これはねあの私が結構肌が弱々な時もあの痒くならずに使えるの塗り直しで使えたりしたので、これも結構お守り的な UV スティックとして持ち歩いてます。 SPF50 プラス PA4 プラスあるのでおすすめです。可愛いしね。でそしてあとはじゃん、ラムネ。私ねこれラムネ好きでね結構持ち歩いてるんだよね。これがね結構好きで、若干なんか中粒大粒ぐらいな感じで、これなんで私ラムネ好きかっていうと、一応こう集中したい時にって書いてあるんだけど、全然集中したい時じゃなくってシンプルになんかすっきりしたい時、飴舐めてすっきりしたいとか、ガム食べてすっきりしたいとか、なんか夏だったら炭酸飲んですっきりしたいとか、いろいろみんなすっきりしたい瞬間ってあると思うんだけど、私はねその瞬間がね結構ラムネに行くんですよね。意外とマスアイテムなんだよねこのラムネ。であとはお財布です。お財布はもうずっと変わってない。私これ所作のお財布です。これはこの1枚の革で全部こうつながってね作られてるの、折り紙みたいな感じで、ここ小銭入ってカードのところもこういろいろ刺すとこがいっぱいあって、カードとかはまあ開けないけど、カードのところと、あとこういうレシート入れるとこと、こうお札入れるところとかね、こんな感じで、これはもう結構すごい使ってるんじゃない。自分で買った財布はこれが
一番最初なんですよ。まあそんなにハイブランドとかじゃないので多分数万とかだったと思うんですけど、でなんか気に入ってずっと使ってます。この中のとこも可愛いでしょ。この外に触れてる部分は結構くすんできてるんだけど、最初は多分こんな感じの色味だった気がする。中身はお金いくら入ってるんだろうね。ちょっと見てみましょう。お金はお札が1万2000円です。あと小銭はなんかこんな感じで結構入ってます。小銭使うシーンってさ最近ないんだけど、近所のサンドイッチ屋さんとかおにぎり屋さんとかで現金しか使えないところがあるので、そのために持ち歩いてる感もあります。であとはなぜかこの商品券が入ってます。これね、商品券は私おすすめのね使い方があって、商品券たまにいただくんですよ。皆さんももしかしたらたまにね商品券っていただく機会あるかもしれないんですけど、どこで使う問題あるじゃないですか。で私としてはデパ地下で贅沢なお惣菜をすごく頑張って自炊する気がない時に買うのがおすすめです。はい、なのでそういう時用に持ち歩いてます。あとはレシートがちょっといくつか入ってたのでレシートも見てみようかな。最近体のむくみがすごいので、これはボディエステに行った時、だいたいね月に1回ぐらいしか行かないんだけど、最近むくみがすごいのでちょっと行ってますっていうののレシートと、あとは歯のホワイトニングのレシートがあります。なんかちょっと美容系やなここで。あとはカフェで紅茶を飲んだレシートがあるのと、私の大好きスーパーのレシートです。私自炊大好きマンだから、もうスーパー一生入れるんだけど、この日は何買ったかというと梅風味黒酢の納豆って知ってますか。あれがね私すごい好きで、それを買ったのと、豚ロース薄切り、ヤングコーン舞茸、クノールカップスープ、あとはオイコスの無糖、キャベツ、焼き芋、人参、茄子、もやしっていうね、もうすごく家庭的な。この日何作ったんだろうね、温野菜とか蒸し野菜とか作った日かなと思います。あとはまあこれも別のスーパー、こっちのねスーパーのが私好きなんですよ。若鶏の手羽先とかきゅうりとか買ってます。多分ね手羽先で、名古屋風手羽先を作ろうとしていて、あとはきゅうり暑いからきゅうりでツナのサラダとか作ろうと思って買った時かなって感じです。あと一番最後に、これはねかよこやざきちゃんが富士山に行った時にお守りを買ってきてくれて、お財布とかに入れるといいと思うって言ってくれたので、私はねこれをちょっと安産祈願のお守りなんですけど、かよちんからもらってこれをずっと入れております。かよちゃんありがとう、そういう優しいところが好きよ。ということでこんな感じでお財布、あとはキーケースキーケース、これずっと変わってないいつから、すごいずっと変わってないのよね。これ以外キーケース持ったことないっていうぐらいすごい古くからの付き合いで、高知のアウトレットで買ったのこのキーケース。新調したい気もするけどどうなんだろうさゆりさん、この今の雰囲気だったらキーケースこれ合うんじゃないですかみたいなものがあればよかったら教えてください。あとねこれちょっとやばい、これちょっとやばいの出します。マックのガムシロが入ってる、じゃーん。なんかね久々にマックに行った時にポテトとアイスティーを頼んで、アイスティーにガムシロ入れようかなって思ってもらったんだけれども使わなかったの。これってさ一回取ったりもらったりしたらさ、これ返してまた次の人が使うわけにいかないじゃん。でも使ってないのに捨てるってなるじゃん。で持って帰るしかないと思って、持って帰ってなんか家でティーに入れるか料理に使うかしようかなって思って持って帰りました。え、みんなこれどうしてますか。よかったら教えてくださいという感じでざっくり私のバッグの中身ね今空になりましたが、こんな感じで中身全部紹介しました。あとは持ち歩いてるカーディガンで言ったら、去年ねエミーで買ったカーディガンなんだけど、下の部分と袖の部分にちょっとショッキングピンクっぽいアクセントがついてて、カーディガン自体はこんな感じのね透け感のあるものなんですけど、これが結構どんなコーディネートとも合わせやすくって、かなり接着ねくるってやりますと、 iPhone と比べるとこんぐらいかな、結構ちっちゃくなる。まあこれちっちゃくなるようなアイテムじゃないんだけど、私的にちっちゃくなるので、これはね結構無理やりねじ込んじゃったりとか、もうちょっと大きいバッグの時はこれを持ち歩いてます。で今 iPhone が出てきたからあれなんだけれども、 iPhone はこれ iPhone 何の方なんだろう、これ使ってます。このスマホの色がみさとちゃんと同じ色なのよ。で結構私みさとちゃんと一緒にいることも多かったりとか、一緒に発表会いたりとかするから、いつもねなんかスマホ似てるねって言われるこの水色カラーを持ってます。ちなみに待ち受けはこれです。ペットのモモンガのイクラちゃんです。イクラちゃんか、もう一個のパターンもイクラちゃんです。
ゴラちゃんは元気にしてます。 あとね、この持ち歩く時はこのアンカーのモバイルバッテリーを持ち歩いてます。これ結構ね、スマホと比べると大きいんだけど、ちっちゃいの持ってるけど結構大きいの持ち歩くことが多くて、これは iPhone が0になった時100にするのは多分余裕でできるぐらいな感じかなと思います。あとはじゃあ最後に今日使ってるメイク、アイメイクとチークをちょっと紹介したいと思います。せっかくなので、今日はまずはこれアイシャドウ、アイシャドウはトーンの夏色、新しいねこの21番2色ベースに使って、これも新しい夏のカラーの20番、こっちの締め色をちょっとこう目の際のところに使って、これも新しい夏色なんだけど、これを2色混ぜて、ここのハイライト、ちょっと私ね今日パープルっぽいの伝わるかな、ここにパープルハイライトみたいな感じでちょっと透明感出すのにうっすら入れてます。でチークは最近のお気に入りで結構ねずっと紹介してるフーミーのシカモアブラウンを使ってます。他の YouTuber さんのカバンの中身紹介で、あの iPhone の紹介の時にこの iPhone の中身って最近ハマってるアプリとかを紹介してるのを見たので、私もちょっと紹介したいと思うんですけど、最近私が導入したのはスタバのね、このモバイルオーダーをするためにスタバのアプリを入れました。スタバはね、私昔バイトしてたことがあるんですよ。で最近このモバイルオーダーだから、スマホで事前にそこの店舗でこう予約しておいて、もう行ったらすぐ受け取れるみたいなのをすごく推奨してるなって思ったので、ちょっとモバイルオーダーをしたいなっていう風に思って、今更ながらスタバのアプリを入れてみたのと、最近ねやっぱね気圧の影響が体的にすごくあるなっていう風に思っているので、ズツールかな、このね頭痛のねアプリを入れてます。こんな感じで頭痛のグラフが出るようになってて、まあ頭痛っていうかこの気圧の関係でちょっと気をつけた方がいいよみたいなタイミングが出るようになってるので、これをね最近使うようになった。あとはアスケンで体重だけ入れてます。食事管理アプリなんだけど、食事管理してたらなんかマジノイローゼになりそうになっちゃってあのアスケンでは体重だけいつも一応入れてます。ということで、私の最近のバッグの中身紹介でした。皆さん、何か気になるアイテムありましたか？皆さんの、最近のバッグに入れてこう持ち歩くのにハマってるコスメだったりビューティーアイテム、あのその他便利アイテムでも何かおすすめなどがあれば、よろしければコメント欄でたくさん教えてもらえるととっても嬉しいです。はい、ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画を見て自分もバッグの中身いろいろ変えてみようかなとか、何かこうモチベ上がったなみたいな方は、ぜひこちらにある丸いチャンネル登録ボタンをポチッと押して私にお知らせしてもらえるととても嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。